随末から当初にかけての政治家、英州尿備県の人、幼少より理髪であったとされ、特に分泌の能力に長けたと言われる。若干二十歳を過ぎた頃、県安藤巡察大使であった、利オ秋に最初に抜擢され文科省天儀に任ぜられて、より頭角を表す。その再確に、 当の二大皇帝、体操の覚えもめでたかったとされ、観察御師から大使と練り、さらに中書どねりを相次いで歴任し、同時期には、新女編纂にも加わって、研修国師、公文官学士にも劣せられるなどし、徴用されるようになる。李治虫が皇僧として即位し三大皇帝となると、いち早く、武氏に接近。 部一族の実力者である、竹本宗羅と鬼脈を通じて、竹寺氏を、高層の皇后に立てることに、いち早く賛同、水面下で画策する。この時、朝廷内では、中立を保っていた牛、姉以外の東大の実力者であった、蝶村向と貯水寮は、竹志立皇に対して反対したが、残る、宿老閣のリーサオの、 国事ではなく皇帝の指示という反応により、事実上、立候が容認されることとなる。以後、武功の意向を借りて政敵である、反対派、朝村向き、貯水量らを失脚させることに成功、次第に勢力を確立し、李紗夫と実力を二分するまでになる。そして、中所次郎、同中所門下三品として最小に就任。 理部少書と任を金管理の人事権を一手に握ったが、この頃から戦王を強めるようになり、周囲を食、賄賂政治が日常的に横行したとされる。そして、武功とも確執を生み、武功派の李オラ提身とも激しく対立。今度は一転し、構想を担ぎ出し保身を図ったが、663年に、 当政を著しく失墜させたという罪を、求断されて、最終に入るとなった。これ以後は政治にほとんど介入することがなくなり、その3年後、この世を去る。去年53。彼の復権と報復を恐れていた帝臣たちの中には、義父が出した方を聞いて、心から安堵したというものが少なくなかったと言われる。文化人という顔を持ち、 政務に長けただけでなく、一見して性格は、温厚な人物であったと伝わる。また、人との対話の時には、笑みを絶やさず、接するため、表だって、義父を嫌う者がいなかった。しかし、その腹の裏で思いもよらぬ格策を常に巡らせている、ことが多く、これに騙され、とんだ制裁を受ける羽目になる者も多かった。旧、当時にある、笑いに刀を隠すの後は、 義父の人柄と行いを言い表したものとして伝えている。また、上辺は柔らかいのに物を害するので、利猫とも言われていた。ありがとうございます。